こんにちは、タカチャンネルのタカです。今日はグランドハイアットソウルのザ・テラスランチブッフェに行っていきたいと思います。ここはめちゃくちゃ種類があって、お寿司、お蕎麦、お肉、ナムル、キムチ、結構本当にいろんな種類があるんですよね。デザートもかなりの充実ぶりです。でもちょっとだけ高いんですよね。メニュー紹介しますね。7500円ちょっとって感じですよね。ディナーは来たことないんですけど1万600円ぐらいですね。わあ、美味しそう。ではゆっくりご覧になってください。食べるぞ。すいません、カメラブルブルで、まだ初心者なんで許してね。イエーイ。このキムチとナムルの種類めちゃくちゃありましたね。ほんと美味しい。まあ本場ですからね、美味しいですよね。すごい食べちゃいました。結構和え物とか焼き物とか煮物とか結構すごいいろいろあって結構充実なんですよね。あとシーフードがめちゃくちゃ種類ありました。ほんと美味しかったけど全部食べれない。このお寿司めちゃくちゃ美味しかったですね。おかわりしちゃいました。韓国でお寿司って思うかもしれないんですけど、やっぱり美味しいですよね。このサムギョプサル焼いたやつ本当美味しかった。このハンバーグも1個だけ食べたんですけど美味しかったですね。もうすごい種類があるんで本当食べれない。あとこのシーフードマリネ激うまでした。サラダ類も結構種類があるんで本当飽きないと思いますね。なんか連日来ても本当に飽きないと思う。ぜひ行ってみてください。この韓国ヤムチャも本当に美味しかった。なんか明洞餃子とかも有名だけど同じぐらい美味しくて、このちまき食べたかったんですけどお腹いっぱいで食べれませんでした。お蕎麦もあるんで、まあ日本人にはちょっと胃に優しい感じでいいかもしれないですね。お蕎麦も食べませんでした。あとフルーツがすごい本当にたくさんあって、あとデザート、ケーキとかプディングとか本当にいろいろあって、もう本当全部食べれない、マジで。これは韓国お餅ですね。これ本当食べたかったな、本当に。チョコタワーもありました。イエーイ。ワッフルもあるし、あとケーキの量ですよね。結構いろいろあったな。まあここまでたどり着けなかったですけどね、本当美味しそう。今見ても食べたい。あとこの蜂蜜はちょっとあのパンケーキにつけて食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。なんか流れ落ちる。プディング食べたかった。ワッフル、結構取ってきたんですけど、やっぱり
ビュッフェは食べれないですね。もったいない。全部食べたかった。2回目はだんだんサラダ中心になっちゃいましたけど。でも本当美味しかったです。ちょっとだけ高いですよね。やっぱり。でもやっぱり世界各国のグランドハイアットは、朝食ランチは結構充実してると思いますね。パーカーヤット系は僕あんまり好きじゃないんですよね。朝食もランチも。ということで、チャンネル登録お願いします。タカチャンネルです。イエーイ。